わってきました。竹さんとの千秋楽。ここです。ここです。まあそうだ。もう俺ら焼いたらダメだよ。もうバシャーとしてさ。焼肉は A 型に任せた方がいい。超うまいっす。これ超うまいっすか、これ。あんまり焼かないと。あ、これご飯と。焼けちゃうよ、焼けちゃう。シーズンでまず泣きそうになって。カーテンコールで泣きそうなのを我慢するために言ってたけど、超悩んでましたもんね。そうなんだ。いや、稽古場ずっと入れてたら、あの心配になりますよ。大丈夫かな、この子。どうしたらご飯行く？行きません。あ、そんな？はい。結構自分でいっぱいいっぱいだったから、うん、でもある日、アンディになんかもっとコリンズのこと、うん、自分じゃなくてこうコリンズを見なきゃどうしようもないって言われてから、うん、自分がこうしたいとかああしたいっていうのを考えてる時点でやっぱ違うんだなっていうのは気づいたりとか、うん、そうです。それから用意するのやめたよね、自分の中でそのなんかプランを立ててこうやってこうやってやってやってこうみたいのをずっと考える子だったんですけど、もう全部捨ててじゃあ生きようみたいな。結構それで逆に切るじゃん。はい、あの考えてもショックなことが多いんで、もうやろうって思う。その場で思いついたのをやろうって。初日にプロデューサーが、レントのプロデューサーが幕間、1幕2幕の間駆け込んできて、そうちゃん、よかったよ。初日ですよ、うん、僕楽屋にその時見てたから言って、ちょっとそれ言った瞬間に、もうめったにそういうことする人じゃないから、本当にね、俺見てたからその回を、うん、ああでもそうだよなと思って。だから今までレッドより前にやってきた舞台はほとんどがやっぱ自分が動くことによって間を埋めてたりとかしてたんで、うん、これから先舞台をやるときには怖がらず相手を見るだけっていうのを作ってみようかなと。終わっちゃいますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。行きます。行きます。よいしょ。昨日は寝れましたか？いや微妙でしたね。ドキドキしちゃって。はい。助かったね。はい、お疲れ様です。もう一回いつもと同じ流れでストレッチして何してってやって、本当ゴリとねずっと言ってるけど落ち着いて。いつも通りやるように心がけます。はい、はい、頑張ってください。はい、やばかったです。いろんなことがもう途中からオーディションの時のこととかも出てきたりとか、そのオーディションの子が出てきたり、その一緒にエンジェルやりたいって言ってたことがバーって出てきて、その分を背負ってやってきたんだなと思うと、なんか大丈夫だったかなとか思いながらも全力でやって、最後お客さんの拍手で、あ、よかったのかなと思ったらもうバーってなんかみんなと離れるってよりかは、そのなんかお客さんがすごい受け止めてくれたんだなと思って、バーって泣いちゃいました。あんな泣くとは思いませんでした。どう、こう最初にこう思い描いてた自分の演技、エンジェルは最後できたか。いや、多分想像を超えれたと思います。自分が思ってたエンジェルってこうだろうなっていうよりは超えれたと思います。また次は虫の世界でどう歌を表現するか、踊りを表現するか、芝居がどうなっているか、お楽しみにしてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、そうちゃんとやってよかったですね。よっしゃ。兄弟だ。